アカデミーキンコンもういくつ寝るとお正月チグラアイ0時を過ぎる前にお休みする、それがルール。今日は12月31日、1年で最後の日です。この日は大晦日と呼ばれています。晦日は月の最後の日のことを指すので、大晦日は1年で最後の日のことを指します。多くの人は実家に帰って家族と過ごしたりします。これはこたつといって冬の定番アイテムです。とても暖かいんです。日本人ならみんな一度はこたつに入って寝てしまったことがあるでしょう。大晦日にはそばを食べます。これを年越しそばと言います。そばのように細く長く過ごせるようにという願いが込められています。この音は除夜の鐘と呼ばれるものです。大晦日の夜から新年にかけて108回つきます。煩悩の数108つを取り除いて新年を迎えるためと言われています。ちょうど深夜0時に108回目をつきます。そして年が明けると大勢の人が神社やお寺に参拝します。そろそろ初詣に行くようです。あけましておめでとうございます。新年あけましておめでとうございます。おいしい。すごい。これは伝統的な新年の料理でおせちと言います。一つ一つにちゃんとした意味があります。例えばこれ、伊達巻きといって巻物に似ているので知識が増えるようにという願いが込められています。そしてこの数の子はニシンの卵で子孫繁栄を願うものです。これは邪気を払い長寿と健康を願う黒豆です。これは栗きんとんといって金運を願うものです。こっちはお雑煮といってお餅の入ったスープです。地域や家庭によっていろいろなスタイルがあります。これはおとそといって一年の邪気を払って長寿を願い飲むお酒です。新年の遊び。これはカルタと呼ばれるカードゲームです。これはたこ揚げです。これは羽つきといって木でできたラケットで羽を打つゲームです。これは目隠しをして顔のパーツを並べる遊び、福笑いと言います。はい、お年玉。ありがとう。これはお年玉と呼ばれるもので、中にはお金が入っています。大人になるともらえなくなってしまうので、子供だけの特権です。年末に必ずやることは何ですか？大掃除です。1年間の汚れを取り、新たな気持ちで新年を迎えるためです。正式には12月28日までにしなくてはなりません。はい。クリスマスに飾るツリーやリースのように新年に飾るものはありますか？鏡餅と呼ばれるお餅、締め飾りや門松と呼ばれるものを飾ります。はい。初夢って何ですか？初夢とは新年に初めて見る夢のことです。富士山、鷹、ナスが初夢に出てくると縁起がいいとされています。あの子もその子も真似して何もしてないって言うから